初恋、ザラリ、星4。ゆるい知能障害を持っている人族の企業の良いメスは、オスに言い寄られると自分の価値はおせっせしかないと言わゆる安い女をしてしまう。いろいろあって昼の仕事に就いたが、空気を読めないので、髪を結べというのが短く託し上げろという意図だと理解できずに衝突したりしますという漫画。うちらは電子レンジに動物を入れてはいけませんという世界のおまんじゅうだからこういう曖昧な表現が許せないのぜ。作業中は髪を巻き込まれないようにしましょう書くのが合理的だし、髪を結べなんて曖昧な表現しておいて空気を読んで理解しろだとかいうのがジパングのわびさびだからね。そうすることで、一部から多数は空気を読んでくれるのでいちいち電子レンジに生き物を入れてはいけませんって書くコストだったり個別に対応する社会全体のコストが下がるのぜ。その分こういった人族は底辺に追いやられるのぜ。そんな社会全体の利便性を追求することで不利益を被る人族のシナリオ。この漫画の文芸素晴らしいところは、発達障害の人族の難しいことがしっかりお上手に描けており、ちゃんと発達障害に対して嫉妬するクズとしっかり障害者ではなく一個人として尊厳を持って見守る利他的な人族の両方を出しており、堅物だと思われていた親父が実はいいやつでといった人は見た目ではわからない部分の表現が文芸お上手、ラストもとても綺麗に収まるし本当にあんこ温まる作品。最後に、アスペ持ちの人族は同調圧力の強いジパングだととかく生きづらいけど、生き物をレンジに入れてはいけませんのような国だったらもっと自由に自分を表現して自由に生きられるから自分の住んでいる国に固執しないで外の国に出るといいよ。ジパングという国は特異な個体やアスペにとても優しくない国なのぜ。だからアスペの生きづらさはアスペのせいじゃなくてジパングの国が持っている文化のせいなのぜ。必死に頑張って海外に脱出するといいのぜ。